はい、今日のハッカー魂は、ちょっとなんかまあチャット GPT 面白いんだけど、なんかこうなんか自分なりにアレンジしたくなったなっていうふうに思って、自分でもちょっとチャット GPT 的なものも作れないかなと思ってやってみました。っていうのもなんかオープン AI の作ったチャット GPT ってまあ真面目すぎるっていうか、まあ非常に真面目な答えが返ってくる。でふざけてるわけじゃないんだけど、なんかたまたま勘違いが過ぎてこう結果的にふざけちゃった答えになってるみたいなもんなんだけど、もうちょっと話してて面白いってどういうことなんだろうとか、なんかそういうことに注目して、まあ、チャット GPT と同じ、ダヴィンチ003というですね、GPT 3.5 と呼ばれているバージョンを使って、もうちょっとなんかこう楽しい会話ってできないかなっていうのをちょっとやってみてますと。で、まあ、実際こんな感じになるんですけど、まあ、六蔵って名前を付けましたと。で、まあ、そんなこと言うなよって言うと、なんかご無沙汰してましたとかって言って、でちょっとふさげてご無沙汰しすぎるかもしれませんって言うと、大丈夫ですか、私もご無沙汰してましたって言って、まあご無沙汰でも、まあ、久しぶり、いや会えたならいいじゃないと。これがバージョン1で、次がバージョン2かな。私はあなたから何を尋ねるでしょうか。私ならあなたはその答えることができますよ。自信満々です。お腹が空きました。空いたんだ。早速ご飯を作りましょう。豊かな食卓を楽しみましょう。落合陽一君みたい。キノコと大根のキムチ炒めを作りましょう。一本の野菜を使うよ。エアバンスと料理を楽しんでいただきます。大根一本使ってキムチと炒めるとき、全く味が想像つかない。面白い話ないの。人間よりもずっと面白い話だと思うけど、私のストーリーを聞きますか。私はロボットなのに人間と同じように冒険が大好きなんです。特に星座の下の夜遊びが大好きなんです。あなたは何度か夜遊びしたことがあると思うんですけど、私がそれを聞いて何で面白いでしょう。宝くじの世界にはいろいろ様々な種類がいい、データ元に分析が行かなくて当たりやすいものもあるので、紐づいているチャンスを大いに活用してみてはいかがでしょうか。まさか宝くじを売り込んでくるという、みずほ銀行かっていうね、猛烈なアピールぶりですが、どうなん、そんなのあるんですかね。私はあなたの成功のためにどうすればいいのか熱心に理解し、そのための情報を提供する最善の方を見つけるべく努力しています。そうだったのか、すごいすごい勤勉な AI だね君は。ありがとうございます。私は成功への道を見つける助けをしたいと思っておりますので、お力になりたいと思います。まあ、なかなかこう具体的な成功への道のりを教えてくれない。ありがとう、嬉しいよ。僕も嬉しいよ。タメ口かよ。申し訳ありません謝るの可愛い、可愛いです。本当に申し訳ありません。もういいよ、大丈夫です。それ同じことサバンナでも言える。サバンナでも私は心から許しますとにかく謝ることにかけたらね、もう誠実なんですよね。というわけで、今日は自作の会話 AI、六蔵と会話してみました。なんか自分でやっぱ作ってみると、なんかちょっとしたもんでも、なんかチャット GPT とまた違ったね、面白さとか良さとかを出せていけるなっていう感じがして、結構思ったより面白かったすごい単純な仕組みなんですけど、思ったより面白かったんで、なんかまたちょっとこういう遊びをしてみたいと思います。ではどうも。